も皆さんこんにちは、ラテでございます。今回は鮭チャーハンを作っていきたいと思います。パラパラにね、鉄鍋でやっていきたいと思います。ではやっていきます。ピッ。じゃあね、まず玉ねぎを切っていきたいと思います。よし、ほい、見えねえわ。はい、ご飯も解凍できましたので、これからチャーハンを作っていきたいと思います。ではコンロに移動。プラスでね、ここに油を引いときます。まあちょっとこの油がもうギリだったので、これも使い切りたいと思います。あれ用意するの忘れてた、卵。ちょっと卵用意します。今回は卵1個にしときます。よし、じゃあね、卵を入れまして、ご飯入れまして、この前紹介したね、シリコン製の目印のねやつで混ぜていきます。よし、玉ねぎ入れます。足りてなかった。よし、ではではここに鮭フレーク、こんなもんかな。よし、綺麗なピンク色です。よいしょ。まあ醤油でしょ、鮭といったら。はい、これで鮭チャーハンの、鮭フレークチャーハンの完成です。まあパラパラなんじゃね。それじゃあできたので皿に移していきます。もうね、今年のコロッケ、この皿大活躍ですね。あ、それじゃあこんな感じで鮭チャーハンが完成しました。まあね、ちょっと動画にしちゃうと色は本当に分かりにくいんですけど、生で見るとね、ピンクいです。結構ピンクいんだよね、茶色くないんだよ、そこまで動画越しじゃない限りは。まあ、どうかな、まあパラパラな方だと思うけどね。それじゃあこれを今日の昼ご飯にしたいと思います。ではね、最後まで見てくださりありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメント、いや Twitter もね、ちょっとフォローもお願いしたいんですけど、まあね、よろしくお願いします。Here we go.